皆さんこんにちは。朱色の橋がすごく綺麗にかかっております。ここから見た景色もかなり綺麗な景色になっていると思います。今私の正面側にあります、皆さんから見るところ、皆さんの方から見えてますね。今お橋廊下が見えていると思います。お橋廊下の右奥側が二の丸、そして私たちがいるこちらの庭園側ですね、こちらの庭園側が西の丸になっています。で、このお橋廊下を藩主やお付きの人が通って、二の丸から西の丸、西の丸から二の丸と移動してきた、そんなわけなんです。渡り廊下があったんです。皆さんから見て私は今すごい滑稽な格好をしてるだろうなっていうのはちょっと分かってるんですけれども、このね、しゃがんで皆さんで見上げると、この遠距離から天守が望めるというわけなんです。みんなで見てもらうっていうね。バイバイ、和歌山城。